ねえ、栃木ってゴルフ場多くない？まあ、全国でも多い方かもね。ちょっと山あいの道を走っているとポンポン出てくるよね。都道府県別のゴルフ場の数3位？やっぱり多いな。1万人あたりで計算するとこんな感じ。栃木トップじゃないか。しかも佐野にはギネス認定されたほどのホールがある。世界一長いホール？964ヤード、パー7。すいません、ちょっとわからないです。だいたい881メートル、ほぼ1キロじゃん。で、パー7って7回打って穴に入れてねーって感じ。7回打たないとゴールできないほどってことか。一般的なホールは3とか4、長くても5だからね。恐ろしい。他にも戦前からやってる歴史あるコースもあるし、栃木はまさにゴルフ天国よ。でもなんで栃木は多いんだろう。都心からもアクセスいいし、観光も充実してるからだとか。ゴルフと観光一緒に楽しめる的な。そういうことかもね。それだったら群馬も条件似てそうだし、数も近い感じ。群馬の数少な。